はい、パーサートレーナーのゆうじです。今日は筋肉がつきにくい人必見、胃腸が弱い人下す人ということで、筋肉をつけることにおいて全ての人が食欲旺盛で筋肉がつきやすいというわけではない。まあ個人個人いろいろあるというわけですけども、まあ先日もね、人と話してて、まあこの方は、まあこの方特有の話なのかもしれないですけど、なんか温かいものと冷たいものを一緒にその食事の中で食べてしまうと、その後必ず下すということらしいんですけれども、例えばなんか温かい揚げ物を食べて、そのデザートとして冷たいアイスとかを食べると必ず下しやすいんですね。とか温かいラーメンを食べて、その後アイスを食べるとなんか下しやすいらしいんですよ。本人の中では絶対そういう食べ方をしないらしくて、まあもしアイスクリームを食べたい時には、食事とは全く違う時間帯に食べるというふうにはまあしてるらしいです。まあちなみにその方というのはかなり細身で、太っては全くないですね。僕より一つぐらい年上なんですけど、全く太ってはなく、まあ多分太りにくいような体質という感じはまあ見て取れますけれども。あとはね、よくあるので、プロテインで下しやすいという人もいますね。プロテインを飲むと、どうもお腹を下すんで、プロテインがあまり飲みないんですっていう人はやっぱりいますね。で、このやっぱり胃腸が弱い、下しやすいという人。まあちなみに今のその、ね、胃腸が弱い、下しやすい、プロテインで下しやすい人が、ね、ものすごい食欲がある人かというと、そうでもない場合もやっぱり多いかとは思うんですけれども、食がちょっと細い場合もまあまあ多いかと思います。やっぱりね、胃腸が弱い、下しやすいというのは、やはりね、胃腸は強くはないですよね。で、胃腸が強い人の方が、やっぱりどんなものでもどんどん吸収するし、どんな食べ合わせでも下すことはないだろうし、下すのはね、やっぱり栄養が流れてしまいますから、そうではない強い人の場に、やはり吸収をしやすく、筋肉をつけやすいという人はやっぱり多いですね。で、下しやすいという人はやっぱり筋肉をつけにくい、つきにくいという人はやっぱり多いですね。ただ、その反面というか、今と全く同じことなんですけど、吸収しやすいので、筋肉もつきやすいかもしれないけれども、体脂肪もつきやすいということは起きます。下しやすくて筋肉つきにくいんだけど、体脂肪がつきにくい、太ることはそんなに心配する必要はないということもまあありますよね。だからお互いにメリット、デメリットもあるわけです。でまあ中間という人もいるわけです。僕なんかは中間ですね。下しやすくもないし、太りにくくもないけれども、だけれども、じゃあ、ものすごい筋肉つきやすいかというと、そうでもないし、脂肪もつきやすいわけでもないし、でも、かといって下しやすいとか、体脂肪が全然つかないかというと、ほっとけばまあ普通につく、まあ普通ぐらいの日本人という体質なんですけれども、まあ、その、両極端やっぱりいるし、中間もいるということですね。ちなみに、プロテインで下しやすい人というのは、牛乳の中に含まれる乳糖、ラクトースといって、まあ、牛乳の中の糖質ですね。この糖質をやっぱり処理しきれないという感じなんですね。その消化吸収のために、その分解するラクターゼという消化酵素があるんですけれども、その分泌がちょっと不足していると。なので、牛乳の中の糖質を分解できないので、ちょっと下しやすいということは起きやすい。もうそれはもう体質ですよね。なので、まあ、プロテインは乳製品から基本的にできているので、まあ、プロテインを下しやすい。プロテインに牛乳を混ぜるとさらに下しやすいということに、まあ、なってしまうわけです。まあ、そういう場合どうすればいいかということですね。その下しやすい人ですね。プロテインも下しやすい人はどうすればいいかですけれども、まず、プロテインの中にはまず基本的には2種類あるということを知っておいてもらいたいですね。WPC と WPI というものがあります。WPC というものよりも WPI というのは、I というのはアイソレートという意味なんですけれども、成分より分離して、生成して、ちょっと余分なものを落としたという、アイソレートさせたという意味なんですけれども、まあこれは、牛乳の中はさっき言った糖質と脂質もより省いたようなものが WPI というものなんですね。つまり糖質と脂質を省いているので、タンパク質の含有率は多くなります。WPC の場合はだいたい 80% ぐらいのタンパク質含有率なんですけれども、WPI の場合は 90% ぐらいになってくるということで、含有率がまあ高いということ。それから糖質が少ないというのもね、ラクトースが少ないということで、さっき言った、下しやすい人で、糖分を分解できないというのは、乳糖不耐症というんですけれども、まあ、その人でも、まあ、比較的安心して飲めるというのが WPI になってきますね。で、WPC よりも、この WPI の方が、吸収が早いということにはなってきます。だけれども、今言ったように、
余分なこと、余分なものを分離させているというような過程を経てますので、まあ余分に手が加わっているわけですね。なので、その分コストは高いということになってきます。まあコストはそんなに問題ない。コストかけてるのも下しにくい方のプロテインを選びたいという人は、WPI を選んだ方が下しにくいということですね。それ一応パッケージのどっかに書いてますので、WPI というものを選んだ方がいいですね。で、逆に下すということは特にないという人の場合には WPC の当然安いわけですね。まあ安く済んだ方がそれはいいと思います。なので下す心配がない人は、まあ含有率がどうのこうのというよりも、まあ安ければ安い方がまあいいかなと思います。含有率に関してはまあ80% か 90% の違いで、まあちょっとなんでね、そこまで気にしなくても、まあ安い方がいいという場合であればそっちを選べばいいかなと思います。それからあともう一つね、大豆プロテインというのがありますね。ソイプロテインで、まあそれを選べば当然乳製品としての糖質ラクトースがないので下しにくいですね。下すことは基本的にはないと思いますので、まあそういう意味で大豆プロテインを選ぶということもあります。だけども大豆プロテインというのは今の WPI、WPC 両方に比べてさらに吸収する速度が遅いということになっていて、あとはまあ溶けにくいということもまあ結構あるようですね。こうシャカシャカやってもちょっとダマになりやすいと溶けにくいということもあるようなので、まあそれの苦労はまたちょっとあるかなと思います。まあ、あとはね、今のそのまあプロテインをね取る量にも結構よるとは思うので、ちょっと少なめであれば下さないとか、そういうのもまああるかと思いますね。ただね、今はプロテイン中心に話してますけれども、プロテインだけにやっぱり頼る必要もないのかなということも最近ちょっと思ってます。まあプロテインは何のために取るかというと、まずはトレーニングは途中後早くに取りたいという時に、ここに弁当があるわけではないので、何もない時にね、とりあえずシャカシャカやって飲めば、ジムでもどこでもさっと飲めるというのがありますね。どこでもすぐに、粉さえ持っておけば、それに水だけ入れればまあ飲めるというのはまあありますね。まあそういうやっぱり手軽さ、メリットというのはあります。で、当然、肉、魚よりも消化吸収が早いので、早く筋肉に到達するというのはありますので、早く回復させてあげたい時のまあ、それが有効ということが、そのプロテインを使うべき理由ですね。だけれども、まあ結構最近この流れが多いんですけれども、大会に出てるような人でもまあプロテインはまあ飲みますけれども、トレーニング直後の1回だけで、あとは食事の中の肉魚を取っているという人もいます。なんかこう大会に出る人っていうとプロテインを3回も4回も飲んでるんじゃないかというようなイメージがあるかもしれないですけど、最近はね、そんなに飲まない人も結構多くて、1回しか飲まなくて、それ以外の食事でいかにうまくタンパク質を摂っていくかということをやってる人も多いです。まあ、つまり、肉もしくは魚をとにかく1日にわたって頻繁に摂っていくということですね。1日の食事が3食では当然ないですね。4食、5食、あるいは6回になっているかもしれないです。まあ少なくとも4、5回はあると思いますね。そうすると、4、5時間に1回、肉か魚を食べてるという感じになってくる。で、まあそれなぜそういう風にしているかというと、トレーニングをしますね。トレーニングをしました。当然その直後はすごく疲労してるし、栄養欲しいです。だけれども、筋肉がそのトレーニングのね、疲労を回復しよう。で、タンパク質を再合成、新しく作ってね、その原材料を しようとする、その欲しがってるというのは、その直後だけではなくて、そこから24時間、48時間、まあすごくきついトレーニングであれば72時間。ね、そうやってどんどん、そういう長い時間、ずーっとね、寝てる最中でも必要だったりするわけですね。いつもこのタンパク質、そしてそれを分解したアミノ酸というものが、筋肉としては欲しいわけです。トレーニング直後だけじゃなくてね。なので、1日にわたって常にタンパク質を取ってるかどうか、そして、タンパク質を取っていけば、それが消化されて、血液中のアミノ酸濃度というのが上がってきますね。で、そのアミノ酸濃度というのが常に高い状態で、いつもそれがね、常に十分ある状態であれば、いつも24時間筋肉にその栄養を送り込んであげることができるということ。それが1日1食とか2食というのがあれば、空腹状態がかなり長い時間あって、筋肉はトレーニングして回復したいのに、その原材料となるアミノ酸が送り込まれない時間がかなりあるということになってきますね。まあこれは当然ダメです。だけれども今みたいに4回5回という食事のタイミングを作ってあげれば、4、5時間に1回食事をとっていく。で、ずっとそのね、徐々に消化していくので、常に血中アミノ酸濃度は高いという状況を保てるわけですね。だから、ここをやっておいて、プロテインは1回ぐらいにしておく。食べ物を持っていくことができない、そのジムの中とか食べ物を、ね、食べることができないジムの場合には、
まあ、そのプロテインを使うしかないというのはあるというわけですね。なのでプロテインだけに全て頼らない、やはり食事のところでそれを小分けに取っていくということが、お腹を下しやすい人の場合にはそれが重要ということですね。まあね、さっき言ったあのお腹を下しやすい人は食が太くない人が多かったりするんで、そんな食べれないって言うかもしれないんですけど、今言った 4,5 回に分けるというのは、まあ、小分けに取っていくので1回の食事量が多いわけではないです。まあ、当然さっき言った 4,5 時間に1回になってしまうのでお腹が空いてないと思うかもしれないですけど、まあ、僕はいつも言うようにお腹が空いたから欲しいというのは、まあ、欲求が出てから食べる、ね、気持ちで食べるんじゃなくて、そのパターンだと逆にお腹が空いた時はものすごい食べてしまうというような、ちょっとアップダウンが多すぎちゃうんですね。だからお腹が空いてる空いてないではなくて、決めた時間 4,5 時間に1回少量ずつ食べていくというのは、まあ、ちょっと理性で食べてほしいわけです。常に栄養補給するという意味合いですね、そういう感じで食べてほしいということ。なのでまあ大量ではなく小分けに、頻繁に食べていくということで常に供給してあげれば、お腹を下しやすい人の場合にはまあそれでなんとかやっていけるはずだと思います。まあ体質は個人によっていろいろあると思います。だから体質によった栄養取り方をする必要があると思いますね。何でも平気な人はまあガブッと飲んでしまえばいいかもしれないですし、しっかり食べればいいんですけど、そうでない人の場合にはやはり少し工夫をしていく必要があるかと思いますね。まあね、そこはめんどくさいとかどうとかあるかもしれないですけど、ただね、じゃあなんかスポーツをやってます、じゃあ自分はちょっと足が遅いですって言ったら、やっぱり足を速くするような走る練習はしなきゃいけないわけで、でないとそのね、みんなで一つのプレーをやっていくときには追いついていけない。やっぱりそこはちょっと努力はしなきゃいけないですね。で、ただ、さっき最初に言ったように、吸収しやすい人というのは太りやすい人も結構いるので、太らないようにする努力もしていかなきゃいけないというのはあるので、まあそこはみんな苦労することです。いろいろあるかと思いますので、人それぞれいろいろありますね。自分の体質に合ったやり方、そこを見つけて、その細かく食事でとっていくとか、まあそういうことをやってみてほしいと思います。お腹を下しやすいということが単なるデメリットではなくて、まあ人それぞれありますので、自分のやり方でやっていくということですね。そんな感じで、胃腸が弱い人でもちょっと諦めないで、ぜひ頑張ってやってみてほしいと思います。はい、パーソナルトレーナーゆうじでした。